では屋上に先行してしまった林教官を勝手に追いかけてる7組と8組と9組の1人ずつですね。準備はいいです、行こう。行っときまそうか。少し前、豪園のマクバーハン、久しぶりだな、クルーガー。それに灰の構造、面白い場所で再会したもんだぜ。お茶会などであればなお良かったのですけど。あんただとすぐ分かったよ、存在自体と一体化した力。今ならその化け物ぶりが一層わかる。へえ、そういうお前さんはなんか妙なことになってやがるな。鬼の力、1年半前よりいい感じで混じってるじゃねえか。なるほど。鬼神を呼ばれるのは様子を見た方が良いかと。下手をすれば彼をその気にさせてしまいます。ああ、なるほどね。ええ、重々承知です。高魔城の時も絡まれそうでしたから。おいおい、人のことを戦闘狂みたいに言うなよ。聞こえてる。バルターや戦機の小娘よりはわきまえてるつもりだからな。なんかそんな気はする。どっちもどっちだと思うけど。いや、まあいいでしょう。いや、灰のお兄さんは改めまして、執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラさ。沼地で現れた少年か。幻獣を出現させるだけじゃなく、この場所にも現れるとは。視察団の方々を狙うつもりか。実験のついでにちょっと挨拶に来ただけさ。お望みならこのタワーを丸焼きにすることもできるけど。彼がね。ちなみにさ、今音楽さ、ヘミの曲になってるよね。なんかそう、あとサントラちょっと聴いてて、あ、これアレンジやんみたいな。気づいたっていう話。って人任せかよ。実験、ハーベルでも言ってたな。言ってたね。クルーガー、怖い顔しないでおくれよ。4年ぶりじゃないか。待って、シャロンって呼ぶんだっけ。どちらでもお好きなように。4年前あなたからの要請でサラ様を足止めした時以来ですね。ああ、なるほどね。なんかサラとシャロンさんすんごい因縁ありそうだったもんね。そうそう、リベールでの復員計画。ああ、そっち。あれの一環で帝国のギルドを爆破して牽制カシウスをおびき寄せたんだけど。確かになんかサラ、あ、どこで聞いたんだっけそれ。でもなんか聞いたよね、ニーかな。最年少の A 級だった市電には足止めを食らってもらったんだよね。なるほどな。里帰りしていたノーザンブリアでさ。あー、へえ。その結果ギルドの立て直しで牽制のリベールへの帰国も延期。見事教授の復員計画は第一段階をクリアしたってわけさ。そういうことだったんだ。レーベのやつから聞いたな。そんなことが。ええ、所詮私はその程度のもの。ラインフォルト家に害がなければ古巣の悪事を手伝うような下道です。ですがこのタワーにはイリーナ会長や他の方々がいます。あだなすつもりならば視線としてあなた方の前に立ちふさがりましょう。シャロさん。変わったね君も。木馬団から結社入りしたばかりの頃とは大違いだ。12年くらい前だったか。笑顔もサービスできない出来損ないの小娘でしたが、あの時軍門に下された借り、少しはお返しいたしましょう。
何が目的かは知らないが、俺も同様に守るべき人々がいる。届かせてもらうぞ。強援に同化し。いいだろう。コンパネルラも？僕の出番はなさそうなんだけど。いた！追いつけたか。おっと、来ちゃいました。来るな！正真正銘の化け物だぞ。結社の執行者。子供まで？そちらは知りませんが、あちらの彼は最悪ですね。どっちも生かした面構えじゃねえか。ええ、尋常ではなさそうですね。アッシャにミューゼまで。そっちはクロウサギだったか。せっかくだから僕が相手をさせてもらおうかな。マジか。マジか。やらせるか。おいおい小僧、よそ見してる余裕あんのか。ねえ、ないんですな。一旦任せましょう。彼の戦闘力は私程度です。ですがこちらの彼は気を抜けば死あるのみですわ。七組総員、ミューゼにアッシュも二方向での迎撃行動を開始する。適宜オーダーも出す。主力を尽くして生き延びろ。どういうこと。はい、承知。行きますか。了解しました。お任せよ。言われるまでもね。盛り上がってきたね。ね。そんじゃちっとは楽しませてもらうぜ。お手並み拝見と行こうかな。マジか。あ、ん？それどっちだっけ。結構だよね。10分の1まで減らさなきゃいけないよね。クリティカルか。とりあえず BP 使おう。何しよっか。あ、鉄人使えるじゃん。そういうことか。はい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 、鉄人行こっかな。いきなり何か分かんないし。ちょっと声が遠い。いいねいいね。もらっちゃ。私の番です。レフェクター、サーチモード起動。詳細情報ゲットです。カンパネルラさんです。明治の代わりに計画を見届ける執行者ナンバーゼロの道化師。トリッキーな技を繰り出し相手をもてあそぶ。カンパネルラと戦ったことってある？ちょっと記憶ないんでございますけど、いつもなんかこう思わせぶりみたいな感じで戦った記憶あんまないけど、どうしよっか。補助系は特に何もないんですよね。じゃあ買いまくろか。あ、ちなみにエスクラはないか。結構好きだな。私の番ですね。うん。青木翼よ。意外と削れる。赤外をしようか。赤外？シャッフルシャッフル。面白い。行きます。全然。あ、でもディレイ入ったんか今。そういうのは全然怖くないが。レッカやるか。行くぞ。突撃陣、レッカ。さてと、うん。無流膜起動、照射。よーし。そうね。行きますね。ブレイクはもう少しでできそうだけど。チャンスです。次バント使うか、公園の幕番さん用に取っとくか。雇っといた方がいいよね、どう考えてもね。もらっとくれ。あと言ってるか、ここで気を抜くのも良くない気がする。無流膜起動、照射。うん、今です。あ、ラッシュすればよかった。
行くわよ。と特化して突撃時レッカ、私の番で。あ、レッカガンガンモードに変えます。ビリビリブレイク、私の番ですね。はいはいはい、青き翼のチャンスです。うん、通行します。任せろや。自分がないんだよな。もらったぜ、はい、チャンスだ。おい、合わせろジャジャマ。ジャジャマジャジャマ行きます。はいはい、ちょっとクルト君出すか。包帯のバトンタッチです。任せてくれ。レインスラッシュ、いいね。ちょっと溜めていこう。もうちょっとなん、よし。なかなか楽しい子たちじゃない。だったらちょっと本気を出させてもらおうかな。嫌です。行くわよ。嫌です。なに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 、あと3000しかない。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。どうする。え、見るべき、見るべきよね。どう見るべきよね。見るべきなので、ここは鉄人して、構えろ防御陣鉄人。行くわよ。ティアラ遅いんですね。アダマシールドも遅いし、どうしようか。回復ちょっとこう1800いける。でいいか。はい、どうぞ。それそれ、雷鳴がわーい。これ倒せるってたやつなんかな。どうなんだろう。ね、これ倒してたら AP もらえるとかそういう系ですか。どうなんすか。ちょっとわかんないね。もしかしたらダメージ与えられてなかったんかもしれんし、ちょっとこれは後でもう一回やっときます。はーい、 AP さん上がっているんですが。さて、どこまで見せてくれる。ほんま 70%、 はい、それお、ナイスリーンくん、超ありがたい。今の超ありがたい。どうする、どうしたらいい、どれがいいんだろう。貯めとく。いやー、ちょ、保留っていうのはもったいないよね。かといって CP こっちやっとくか。構えろ防御陣撤収。お任せください。はい、何か使った方がいいよね。いかがでしょう。日頃雑魚戦のさ、いいねいいね。今複数戦って慣れてるから、範囲攻撃、一人相手に範囲攻撃って使いづらいんだけど。聞くだ、今だ。いいねいいね、たまるね。雑魚熱は。いいんじゃないですか。どうしたんですか。2発目がなかなかね、はい、崩れた。うん、あ、ラッシュすればよかった。速攻ですわ。なに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 これ、なにこれ、どういうこと。どういうこと。どういうことでしょうか。こんなのいかがでしょう。崩れんか。あ、いいね、遅延、遅延めっちゃいいね。魅力だ、待て。どう、まあこんなもんか。私の番ですか。怖いよ、鉄人、鉄人のままの方がいいよね。こんなのいかがでしょう。はい、ご褒美だ。はい、いらないです。いいもん見せてやる。そういうのいいです。おらおらおら。怖いよ。さて、こいつで仕上げだ。
が吹っ飛ぶ。ああですよね。すぐとしたことが。わーい。すごい。邪道だが強い。なんとか隙を作れば。なかなか楽しめたかな。大丈夫？わわわ。させません。わ、シャロンさん。大丈夫？シャロンさん。あの小娘がここまで成長するとはな。思わず本気を出しそうになっちまったが、お前が本気を出さねえなら、それはそれで面白くねえ話だ。狂っちまえよ小僧、一緒に月に吠えるとしようぜ。彼を本気にさせるわけにはいかない。だがこのままではどうしよっかね。そうはさせないわ。おっとお、天維人で、ナイス不意打ち。マキアさん、アリサ、お嬢様、ルクセルナルの月の光よ。おお、え、すごい。え、すごくない？エマすごいね。ほとんど燃えてない。現実の炎、そんなところでしょうか。あ、そういうこと？へえ、鋭いじゃない。おお、回復。ありがとう。あ、エマさんの。喋りやがった。ふん、深淵の身内どもか。ああ、せっかく綺麗にライトアップしたのにさ。リン、無事だったか。マキアス、アリサにエマたちも助かった。大丈夫シャロン。申し訳ありません、不覚を取ってしまいました。これ以上するつもりなら私がお相手します。魔女クロチルダが妹弟子にして赤のローゼリアの養い子。赤のローゼリアの養い子。トールス旧七組出身エマ・ミルスティンが。すごい鳥肌立った。へえ、深淵に届く魔力か。かっこいいね。帝国のヘクセンブリード、確かに大した一族みたいだね。内戦の時よりもそそらせてくれるじゃねえか。面白え。せっかくだからこのまま第2ラウンドでも。そこまでだ、結社の諸君。おっと、オリビエハン。ルーマスさんまで来たね。殿下、先輩たちも。ランディ先輩。来やがったか。間に合ったか。大丈夫、リン君にみんなも。すまねえ、人形どもを片付けてたら遅くなった。よいよいよいよ、オリビエ動力中めっちゃかっこいいね。道化師か、ずいぶんと久しぶりじゃねえか。刀身の息子か。妹さんとは結構仲良くさせてもらってるよ。ジョリーか。ああ、戦記の小娘の兄貴か。兄貴じゃねえっての。マキアス君、アリサ君、エマ君たちもお疲れだった。おなじみの道化師君に火炎魔人殿だったか。そういうあんたは宝刀王子だったが、ただの皇族のくせに妙な魔力を感じるじゃねえか。いやー、オリビエさんなんで。イニシエのアルノールの血かな。なになに、へ、なになになに、なんかこう力持ってるとかじゃなくって、なんかそういう系。そしてそちらが噂のルーク・オブ・ジェイド殿か。ルーク・オブ・ジェイド。ルーク・オブ・ジェイド。
そちらの呼び名で呼ばれるのは新鮮だが、このタワーは現在私の管理下にある。かっこいい。礼儀はわきまえてもらおうか。見くらう蛇の諸君。ゾクゾクしてくるな。ね、でもそろそろ時間切れかな。何人来たの。あんたとは一度やり合ってみたかったが、目当ての連中は釣れなかったし、あくまで今日は前挨拶だ。目当ての連中ってクロチルダさんのことかな。それじゃあ今宵はお付き合いくださり。待ちたまえ。せっかくだ、手土産の一つくらい置いていってもらおうじゃないか。情報という名のね。ほう。へえ。何が聞きたいのかな。言うまでもない。目当ての連中というのは何者だ。そしてどうしてこの地に来ている深淵の魔女殿がそこにいない。確定で知ってるっていうこと。言い方的に確かにクロチルダさんが来てるなら。ああ、そういうこと。このような状況で出てこない方ではありませんわね。なるほど。姉さんの気配は確かにこの地にあります。うんうん。それなのにこの場所に姿を見せないということは、もしかして結社とたもとを分かったんじゃないの。大正解。なるほど。いや、使徒たちの間で方針の違いが出ちゃってさ。そんなグループ的な。6対1で彼女の主張が退けられちゃったんだよね。クロチルダさんとか7、あれだよね、シートの中で。だからそして深淵は出奔、現在行方知れずってわけだ。一応補足を頼まれたが、めんどくさいったらありゃしねえ。補足か。やっぱり。何やってんのよあの女は。ねえ、何考えてるんだろうね。エマ、それだけじゃないだろう。目当ての連中、それ以外にもいるという表現だ。確かに。サザーラントでは何者かの手先の西風の旅団が潜んでいた。うんうんうん。だが現在情報局と TMP によって両兵関係者はクロスベル周辺から徹底的に締め出されている。ああ、なるほど。ならば一体何者だい。ああ。そして幻獣や今回のような騒ぎ、その相手との対決を通じて何の実験をしようとしている。そんなこと喋ってくれるかな。なるほど。さすがは宝刀王子。落ちぶれたとはいえなかなか冴えてるじゃねえか。オリビエ落ちぶれてないよ。ん？ん？影？まさか。何これ。何これ。ああ、タイプベータ2。ベータ2。アルティナ、エマにセリーヌも。了解です。はい、分かった。ポイント。はい。え、あ、影じゃなくて実体。これは独立時に共和国軍を壊滅状態にしやがった新規アイオーンベータ2、新たに作られた後継機ってわけさ。ま、司法の力がねえから中途半端にしか動かせねえけどな。もう少ししたらいろいろと楽しませてやれると思うぜ。別に視察や演習を邪魔するつもりはないけどね。それじゃ今夜はこれで。ふざけないでよ。ユーナさん、黙って聞いてればペラペラと。
いやちょっと常識クロスベルで私たちのクロスベルに来て勝手なことばかりして結社だの帝国人が寄ってたかって挙句にそんなデカブツまで持ち出して絶対に絶対に許さないんだから。ユーラ有望威勢のいいお嬢さんだな。クロスベル出身みたいだけどどう許さないっていうのさ。お仲間に頼らないで一人で立ち向かうつもりかい。お望みなら一人でもやってやるわよ。それにクロスベル出身は私だけじゃない、特務支援課だっているんだから。潜伏しているロイドさんにアリオスさん、インさん、ノエル先輩にダドリーさん、セルゲイ課長にサイト君だって、エリー先輩にティオ先輩、ここにいるランディ先輩だって、あんたたちみたいにふざけた連中支援課が絶対放っておかないんだから。ユーナ、ユーナさん、特務支援課か。確かに手強い相手だけど、そちらの総督閣下の指示で拘束されてなかったらの話かな。え？え？官僚系の話？え？まさかミシュラム方面の動きって。ミシュラムに入れないのでなく、ミシュラムから出さないための封鎖。ああ、そういうこと？支援課の関係者全員をミシュラム方面に拘束したのか。拘束しているわけではありませんが、ミシュラム一帯を鳥かごに見立てて、バニングス手配犯とゼロの巫女、風の牽制や陰を閉じ込めた。ノエル少尉やセルゲイ課長など支援課に属していた軍系関係者にもミシュラムでの待機任務につかせている。そうだな、ミハイル少佐。ええ、マクダエル議長やお孫さんも例外ではありません。なるほど。なんてこと。どうして、なんでそんな。決まってるじゃない、彼らに勝手に動かれて事件を解決されないためだよ。特務支援課なんていう過去の英雄、帝国の統治の邪魔でしかないからね。かといって下手な罪状で捉えたら市民感情の悪化を招く。だから生かさず殺さず徐々にフェードアウトしてもらおうと総督閣下は考えてらっしゃるのさ。本当なら彼らごときいつでも始末できるのにね。ま、さすがに悪趣味だとは思うがな。風の牽制ってのは一度やり合ってみたかったんだが。大丈夫か？お兄様、皆さん、兄様、ご無事ですか？みんな、放たれた人形兵器も全て制圧できたか？今度こそ幕引きかな。じゃあな、クルーガー、灰の小僧どもに宝刀王子も。実験が成功した暁にはもう一度だけ挨拶に伺おうかな。今宵はお付き合いいただき誠にありがとうございました。
ち夢でも見ているの？さて、当面の脅威は去ったが、これは帝国の英雄に一働きしてもらう局面となったかな。君はどうして。ユーナさん。ユーナ。ねえ、どうして私たちの誇りまで奪おうとするの？自治州を占領して、勝手に共和国と戦争して、あんな列車砲まで持ち込んで、私たちの光を、たった一つの希望を返して、私たちのクロスベルを、あの自由で誰もが夢を持てた街を返してよ。名誉なことだな。ああ、何も言えないな。いや、なんて言ったらいいんだ、これ本当に。報酬が出ているぞ。ありがとうございます。なんか、あれだよね。防御型のやつもらったやつだよね。うん、ご苦労だった。あ、はい、ありがとう。ミントちゃん。ベネットちゃん。まあ、セーブします。青き翼よ、今です。追加します。私の番ね。はあ、私の番です。それそれ、待ちなさい。